アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回並んでるのはですねファイナルファンタジー9のメンバーです。はい、9のメンバーチェックしていきたいと思います。僕の今スタベンですね。スタイナーでシリーズチェーン、ガーネットで、そうです、超絶使っていこうかな。ガーネットも新チェーン持ってるんですけど、雷で結構使えるやつが、ビビスタイナーぐらいしか多分いないかな。で、覚醒持ちなのがビビ、ジタンって感じですね。あとエイコも覚醒持ってるかな。で、ビビちゃんも覚醒持ってて、ジタン覚醒持ってて、エイコちゃん覚醒持って回復って感じですかね。ってことで、ガチャ引いていく前に、毎回恒例の、あれやっていきましょう。メンバー紹介。メンバー状況をチェックしていきましょうか。使うのはね、当初分取り1ターン目使ってもいいかな。ストームレイド。で、いこうかな。超絶。ですね、超絶1個持ち、覚醒ですね、覚醒かな。シーファビリティを必須ページが多く溜まる中、これすごいっすね。いいね。で、ジタンちゃん見たから、ガーネちゃんですね。ガーネちゃん、チェイン持ち、扇持ち。あ、なんだこの戦技。6回連続無属性でジタン2ターンな。使ってもいいかな、これは。ありだね。あ、反射超絶持ってるやん。こんないつゲットしたんだろう。持っとるやん。これ持っとこうかな。どっちの方がいいかな。これどっちもいいんだよな、これ。敵全体2回連続。これオートでなるからな、さばきが。あ、これいつ手に入れたんだろう。全然あれだ。気づいてなかった。欲しかったやつ。ガネ覚醒も欲しいかな。意外とガネ嬉しいな。ガネガネ嬉しいっす。待って、召喚ダメージアップ、雷まとう、これはいらないね。あ、歌歌えるんだな。歌歌ってく、どうする。歌で歌頑張る、召喚やんないで歌頑張る、どうしよう。ありっちゃありだな。ガネやっぱいいね。鍛えてますからね、僕ガネ。はい、超絶覚醒。キングオブナウドビ。どうかな、星6戦技は持ってないのか。出てたっけ、ビビちゃん。ビビちゃんコンプリートしてるはずなんですけどね。星6戦技なんか出たか、もしかして。覚醒奥義使っていこうかな。マテリア。開幕まとい。どうしようかな。こっちにしようか。待てよ、開幕。おー、なるほどね。なんでマテリアをこいつがつけてるんだろう。そうなるとちょっとあれだな。こっちでしょ、ジタンちゃんでしょ。ビビちゃんでもありなんだけどな。ジタンちゃんの方が多分スピード速いから攻撃数的にはいいでしょう。そんな猛攻撃最初来たイメージないんだけど、召喚がもう一回使えるからダブルなんだっけな。ですよね。聖風無属性攻撃、風まといがでかいな。エーコすげえな。H パルファーレ使っていこうかな。魔力使ってみましょうか。風のやつあるよね。あ、でも精神にしといた方がいいか。ヒーラーだからな。なるほどね。これ風の杖作っとくのもありだな。風で精神。そんなんあるのかな、ないのかな。あったらそっちをつけてあげたいな。あ、スタイナー飛ばしてた。スタイナー、あ、どこまで行ったっけ。スタイナーか。チルチェーン、チェーンやってあとすることあるかな。超絶ここで行こうか。
これもありだね。どうだろう、チンしとっか。でフライヤー、フライヤーちゃん、フライヤーもチェーン、あこれファイフチェーンか。超絶ジャンプね。マテリア持ってるね。クイナちゃん超絶1個ぐらい、超絶バーストか。最近手に入れたんじゃないかな、違ったっけな。でエコちゃんでしょ、超絶覚醒持ち、マテリア、悪くないね。サラマンダーなんかちょっともう超絶とか持ってた気がする。超絶2個バーストね、短縮ね。どんな超絶これ、モンクアビリティ短縮、この属性で反射、反射も持ってるね、すごいね。ベアトリックス、あ超必殺しかねえな。お聖まとい持ってる、いいね。クジャ、クジャまあまあね、闇のね隠す、あのなんだろう、スタメンにしようかと思ってたぐらいなんでね。だけどおマーカス超絶持っとるやん、追撃ね、風2段階ダウン、まあまあなんかいいの持ってるやん、まあ、こんなもんでしょうか。まあじゃあちょっとじゃあ早速引いてみましょうか。ファイナルファンタジーやっぱ飛ばすのは良くないってことが分かったんで、8の時、まあ8のねガチャ見てくれた人ありがとうございます。8のなんだろう、もう何何ちょっと待って、8の時ね、スキップしたらなんか出るかなと思ったんすけどね、てかジブ足りねえな、ジェム足りないっすね。じゃあいいや、このミスリル使おう、キリ、まあミスリル使いましょうか、ちょっと試したんだけど、ミスリルでいこうか。ほら行くぜ、ミスリルなんでいつもジェムでやってるんですけど、当ててくれホロイモア。ほら来た、うおすごない、すごないすごないこれ、4つ出たよ、4つ、ミスリル効果。ちょっと待って、シンクロ入ってんの、シンクロ、シンクロって何、なんかある、シンクロあったらいいな。でも待てよ、かぶり怖いぞ、ま、欲しいのはガネ、そう欲しいの言ってなかった、ガネちゃんの覚醒、ガネ覚醒、ガネ覚醒、ま、あとエイコ未所持、エイコ未所持、エイコもプラスヘイスがありますよね、それ欲しいかな。まあ、そんな感じでしょう、まあ、シンクロは多分ないっすよね、演出変わんないっすもんね。誰だこれ、エイコ、あー杖来てる、杖来てる、これでもなんだろう、わかんない、うわーこれサラマンダーだ、いらねー、来い。ベアトリックスちゃんこれスタイナー、何何ちょっとわかんない、全然全部未処置じゃないの。ベアトリックス覚醒来てる、いいねー、全部未処置だ、これ何もしかして、あクイナね、リジネがね、待機なしでゲオーバー、あと奥義ばっかだ、あクジャね、サラマンダーね、これサラマンダーね、あでもいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、あまあでもまあ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 スタメンじゃないんですけど、覚醒に星6戦役ありっすね、覚醒これは嬉しい、ちょっとベアトリックスはちょっと嬉しいかも、もう聖魔法剣聖戦士のこう女の子チーム作ってみたいなみたいなのあったんで、乙女だね、お供な剣士作ってのチーム作ってみたかったんで、ベアトリックスとか入れたいなと思ったんで嬉しいっすね、ちょっとベアトリックス嬉しいかも。ちょっとじゃあホーム画面戻っちゃおうかな、パーティーで一瞬ちょっとあの女の子っぽい服、なんだろう、あの A 子ちゃんで星6戦記だったらどうだろうとかちょっと思ったんすけど違いましたね。まあいいや、とりあえず全部未所持4つ、これはビビったっすわ。ちょっと待ってください、オーシェンメン、こっちこっち、ベアトリックスちゃん、ベアトリックスちゃん、うおすげえ、覚醒手に入れた、すごい聖戦士作りたい、いいね。まあアビリティはね全然エンハスレイドで十分でしょう、
回復もできるってすごいな。ヘイスガも使えちゃうもんな。こういう感じですよね。なんだろう、回復もできる、すごいな。ベアトリックスちょっと嬉しいかも。サラマンダーの親分もなんかね、手に入れてたもんね。オーバーフロー奥義、まあ、反射使えてね、結構いいんじゃないですか。サラマンダーはね、いいんじゃないですか。クージャーも一丁前にもう奥義手に入れちゃってどんどん強くなってるね。で、あとは何、クイナ、クイナの星6戦技ちょ、前にのゲットしちゃってリジェネができちゃう。すごいね。もう開幕にプロテルシェルヘイスト、これ使ってか、これ結構クイナいいな。プロシェルヘイス、プロシェルヘイスが使った次のターンにこれできる、まあありかな。こいつも入れてあげてもいい、ありかなって思っちゃうな。でイカタクでしょ、こいつイカタクでしょ、もう完全にありだな。こいつ入れてもいいな。でもそうするとガネちゃん抜く感じになっちゃうな。ガネはでもキャラ合いだから入れときたいな。スタイナー抜いてもいいな。あの別にシリーズチェーン使うのはなんだろう、ナイトメアだったらフレンドで呼べちゃうからなっていうのあるな。まあでもそれでヘイスがかけれちゃうからな、プロシェルヘイスが悩むっすね。せっかくなんで交換所も見ちゃおうかな。ご褒美あげちゃいたい人がいたらあげちゃおうかな。いや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 、神引きでしたね、神引きでしたよね、完全に。おお、まあジタンちゃんちょっと見たいかな。ジタンちゃんのねオーバーフローちょっと欲しいかなっていうのある。あ、超絶ガール、シーファブ発動回数に応じて追撃か。これ使った後に、これ使った後に覚醒とかやりたいのかどうなんだろう。でオーバーフローが、でもやっぱあれだな、レベル2アニマレンズやっぱちょっとあれだな、少ないな。スタイナーは、あー微妙ですね。あと見たいやつは、まあ、ベアトリクスちゃん超絶、お、なんかあるね。生属性アビリティ使用時に追撃、これやった後に覚醒もいいでしょう。追撃2から6回だ。セーレントに応じて回数、追撃系はいっぱいいいな。ベアトリクスちゃんかわいいな、いいね、いいんじゃないの。あと見たいのはエイコちゃんかな。やっぱり待機時間なしで味方全体大回復、クリティカル率 50%、 ブレイブ2ね、ちょっと微妙だな。待機時間なしで味方全体を分身させて物理攻撃1回防ぐ&ヘイスト、これ結構ありだね。こっちはソニックフォーミング、10回連続触性風魔法召喚、召喚魔法アビリティ使用時に追撃、サモンズキュア味方全体回復しよう、ありだね。エーコね鍛えたいかも、マリだね。ちょっととりあえずレンズは補充、あ、なんだろう、交換ランキング見てみよう。あ、やっぱマジカオーラね、これやっぱみんな割とね人気なの。あ、マジカオーラで俺持ってないや、交換してあげてもいいんだけどね。シャドウも交換してるね。レンズ3はローザね、うん、闇多いね。お、ヤシトラ、ヤシもねちょっと鍛えたいかなっていうのあるんですよね。ヤシも確か僕
覚醒持ってんすよ確か。ヤシ覚醒持ってたと思うんだよな。まあ、そんな感じで今回メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーファイナルファンタジー9のですねシリーズラッキーガチャ、まさかのミラボ4つ、ミラボ4つなんかなかなか出ないっすよね、からの何全部未所持、まあ割と悪くない引きだったんじゃないでしょうか、内容的にも。まあクジャも別にね使ってたんでね、まあ、サラマンダーに関してはあんまキャラ合いもないんですが着実に揃ってる感じですね。まあ炎反射、もし炎でチーム組まなきゃいけない、そういうね今後そういう縛りとか出てきた時だったら使う時はですね9の炎パーティーで挑め、てか9で弱点が炎のやつとかね、あの、まあ、そういったなんかギミック出てきたら使えるかなと思いますね。はい、ありがとうございます運営様。まあミスリル使った甲斐がありましたね。はい、温存でなんだろうフェスまで今温存中だったんですが使っちゃいましたね。はい、そんな感じでまあミスリルぶっ放すときは次のなんだろうユーナ様シンクロ、ビビちゃんシンクロ、まあガネ様でもつぎ込んでもいいかなっていうのはありますね。うん、そんな感じですかね今のところ、うん、でモグちゃんのちょっとねシーズチェーン欲しいっていうのもあるんでね、うん、まあその辺のキャラ結構ゲットしていきたいかなっていうのはあります。そんな感じ今回メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーこの辺で終了になります。チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。サンキューマハロありがとうございました。